一万歳の源流、扇を持ち舞い、鼓で表紙を取る。千秋万歳は、中世紀に存在した、日本の民族芸能、大道芸、角付け芸の一種であり、及び、それを行うものである。千寿万歳、千秋万歳とも読み、千寿万歳とも表記する。行う芸能者を、千秋万歳帽子とも呼ぶ。新春の季語、一月の季語である。もともとは、 千秋万世と読み、千年万年つまり、永遠を意味し、転じて、長寿を祝う語であった。これを語源とした予祝芸能となったものについて、本校で詳述する。現代にも続く、十日世知への十日が源流である、とする説がある。平安時代末期に勃興し、中世に大いに流行した。二人一組で行う芸で、扇を持って舞う者と鼓で表紙を取る者がいた。 11世紀半ば、1052年前後に成立したと、される、新猿学期で、藤原明平が、千秋万歳の酒と記したのが、最古の記録という。鎌倉時代には、藤原定家の日記、赤月記広橋県中の日記、冠中期にも、千秋万歳についての記述が見られるという。1275年に完成した、辞書、名語記による定義では、 三女帽子が新春のウイの日に家々を訪ねて門付けし金品を得る芸であるとする。室町時代には寺に属しあるいは没落して民間に流れた職業芸人である正文氏が新春の予宿芸能としの門付けを行っていた。15世紀末の1494年に編纂された32番職人歌合わせには絵時とともに 千秋万歳帽子として紹介されている。この時代には、昭文氏が旧暦正月5日に、近利旧暦正月7日には久保を訪れ、千秋万歳を演じ、癖舞を待った。戦国時代の宮廷では、恩明道による正月の儀式は、恩明頭が行ったが、正月4日、5日には、千秋万歳の儀があり、これを民間の芸能者である昭文氏が行った。 グレゴリオ歴1570年2月8日にあたる元気元年正月4日には、大木町天皇が、正門市の行った、千秋万歳と大国舞を観覧した記録が残っている。16世紀末に発祥する、三河一万歳の源流となった。ありがとうございます。